ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。はい、今回は最下位の富山ミラージオ戦ですね。これは絶対勝っておきたい。日程見てみましょう。日程が結構大事で、なるほど、一瞬休みなのか。まあ素直に勝ちに行っていいとは思います。これが N1 とは、それにはるかは使いませんが、まどかとひらりが戻ってきましたので、じゃあ早速この2人を使おう。試合やってみましょう。もう圧倒的な勝率ですね。まあ当然ではありますが、緑とピリカで決められるかどうかですね。内容も問われますこの試合。さあキックオフです。今見にくくなった。さあそんなことを言ううちにちょっとピンチだが、リオが気をつけないといけない。あ、ちょっと相手の守備、おお、重い、ナイス、抜いた、クラニス、誰もいない。まあね、今後の展開としては3位ぐらいに入りたいな。夏木ナイス、やっぱり比較的やっぱり、おーっとすごい松井選手で確実に勝てるようになりたいですね。と、なんだこれ、取るなら。さあチャンス、あ、一旦左に自分で持っていってもよかったんじゃないかと思った。あ、まだ出ていない。ちょっと早かったかな、ボールの出し方が。さあユーナしつこく追いかけますが、危ない。今ゴール前に選手いましたからね。なんだこれ、完全に裏をつかれた。ひどい入り方だな。リオが上げて、関口がこれ上に押し上げるつもりだったんですよね。それが入ってしまいました。嘘だろ。決めてほしいところ。さあユーナ、幸子だ。まずは芯が意外と硬い。ちょっとこれか、負けたら赤っ恥ですよ。気をつけないとき、
はい、押されてますね。なんかわからないけど、くるみ投入だ。おっと、どうしたんだ。リズムが完全に狂っている。うまい、くるみ。さあ、緑シュート。焦りが。焦りが出ております。おっと、三角で。守備が結構いいですよね。スピードで翻弄されます。おっと、セーフですね、これ。さあ、うまく裏をつきたい。マドカ。おっと、強引に入れ、叩き込め。さすがに出ましたね。さあ、ヒラリーとミユキとクラリスが出ております。ナナコかな、ヒラリオ。これで基本的に攻めのスタイルでもう点取り返すしかないですからね。どうしたんだ、ヒラリ。おっと、これはいいぞ。自分で決めようっていう焦りが強すぎです。さあ、どんどん時間は過ぎていきます。くるみ、うまく越えた。さあ、さちこへ。ここは、さあ、ちょっと逆にピンチになった。さあ、道盛り渡ってしまった。守備は2人。コーナーキックです。さあ、これで交代枠使い切ります。相手も変えてきますね。さあ、これは夏木が直接キャッチ。ここから反撃に行きたい。おっと、完全に流れが相手側に。おっと、これは強い。くるみ同点。ようやく決まりました。苦しい流れも叩き込みました。さあ、残り11分。勝ち越しを決めたいところ。さあ、しっかり取ってほしい。ナイス。おっと、今のは良くなかった。強引に。さあ、時間がもうあんまりありません。ラストチャンスかな。ほぼくるみ決めた。残り10秒、試合終了直前です。当然とはいえ、ここまでを勝てば本当に苦しかった。守備の趣味が疲れた隙つけたっていう感じですよね。なかなかチャンスを生かしきれません。雑でしたよね。逆に亮が上げたとこを関口が蹴ったら、それが入ってしまいます。嘘だろうという感じです。とにかく何度もチャンスを作るんですが、うまくいかない。逆に道を抜かれてしまいます。守備が2人。
キーパーなんとか弾きます。そして後半34分、このマドカからくるみ渾身のボレー、マドカのロングプテパスからくるみのボレーが決まりまして、そして後半終了直前、これが決勝点となりました。お見事、マドカから緑が気温に行ってくるみを飛び込みます。そして直後試合終了ということで、13本のシュートを打ったんですね、枠内の8本。意外と白氷の勝利でした。4位のまま8勝4敗ですね。これで、3位の筑波大学とは1点差、2位のリマッセ大阪とは4点差となりました。すごいな、高知四万十すごい5位になっている。さあ、節子も復帰、石燕もう来てるんですね、早い。選手はいませんでした。次はメンソーレ那覇ですか。すでに2回り目に入っております。なかなか強いチームですよね、メンソーレ那覇。ありましたが受けております、ぜひリベンジを果たしたいところです。勝ちたいですね、はい、でもここ3連勝ですからね、流れはいいと思います。ジャパンカップも9月には始まります。そこに向けてどんどん力をつけていきたいと思います。お願いします、今チャンネル登録者数が900人超えました。残り100人で1000人達成いたします。ぜひまだチャンネル登録されていらっしゃらない方、応援の意味を込めて登録お願いします。ご協力お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただいて、できればリストのブックマークもしていただくとありがたいです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。